お分かりですか？これが何だか。いや、分かってないな。あなたにはお分かりになっていないんだ。人体の模造品、そうでしょう。しかしあいにくこれは指じゃない。指の形をした劣等感にしか過ぎないんです。私は別段指の治療をしてやってるわけじゃない。精神科の医者ですからね。ただこうして劣等感でえぐられた心の穴を埋めてやったまでのことです。新設工場の点検の最中でした。構わないんですか、喋っても。あ、どうぞどうぞ、喋っててほしいんです。私は技術の方の出身でしたから、かえって油断があったのかもしれない。本来は窒素を多めにした液体空気を使うべきところ、間に合わなくて臨時に液体酸素でごまかしていたわけです。こちら液体空気だと思い込んできたもんだから。よくよく運が悪かったですね。そう、何分あまりにも個人的すぎる。これがせめて人間的宿命だとか、戦争で受けた傷だとか、何かそんなもんでやってくれたらまだ救われたような気がするんですがね。まるで無人島に流されたようなもんでしょ。忘れられたっきり、不幸の例として引き合いに出される希望もない。やめてくれないかな、悪いけど。なんだか物音に対して感覚が異常になったみたいだよ。ごめんなさい、もう少しで仕上がるところだったもんだから。顔をなくすと感覚までおかしくなってしまうのかな。疲れてるのよ。誰もが同じようなことを言う。包帯も取ってしまったら。無理をするなよ。お茶でも入れましょうか。いいから、そこに座りなさい。君は石を磨いてる時以外ちっともじっとしてようとはしないんだな。さあ、かけなさい。ええ。君はお互い顔を見ないで済まされる位置に腰掛けた。思い過ごしよ。まあいい。僕は今からちょっとした実験をしようと思うんだが、手伝ってくれるだろうね。寒くはないの？寒いのかい？うん、それほどでもないけど。僕は暑い。包帯のせいだろうな。
やはり取ってしまったら漏れるといけないわ。すでに死んじまったものをもう一度殺すわけにはいかないよ。顔のことなんか。え？今さら気にするような年でもないのに。お茶でも入れるわ。逃げなくてもいい。なぜ逃げる必要があるの？なぜ皮膚の色や頬骨の高さの違いなんかに偏見を持ったりするんだろう。ジンマシンみたいなものじゃないの？ご名答だ。しかし同じぐらいはっきりしてることは、君が決して僕みたいに包帯を巻いたりする必要はないということだ。あなただってその気になりさえすれば。それは外国の文通相手や電話線の向こうにいる人間ならその通りだろうさ。何か実験するんでしょ。手伝うわ。そうだね。じゃあまず明かりを消してもらおうか。消すのね。うん。文明の条件は夜でも明かりを絶やさないことだそうだね。そうかもしれない。しかし顔のない人間が自由になれるのは闇が世界を支配した時だけだ。だから深海魚はあんなグロテスクな顔になれたんじゃないか。そんな例え話を持ち出してきた。何が例えのもんか。僕は年中この10倍もの暗闇の中に閉じ込められっぱなしなんだ。ん？なんだよあの音は。あの音って。僕は世界中から光という光を消し去ってしまいたい。さもなきゃ全人類の目をえぐり出してやるか。もしも僕にそれだけの権力が与えられていたとしたら。目は何も顔を見るためだけのものじゃないわ。顔、首の上の200平方センチメートル、その上に張った饅頭の皮、そうかな。僕もそう思いたかった。たかだか面の皮一枚、千万遍も自問自答したもんさ。しかし次第に自信がなくなってきた。顔は心の扉で、顔が閉ざされれば一緒に心も閉ざされてしまい、もはや訪れる客もない。心は顔の後ろで朽ちるに任せ、やがて廃墟になるのを待つばかり。朽ち果てた化け物の心か。僕は生きながら埋葬されちまったのかな。扉を閉めているのはご自分じゃないの。勝手に開けて出てきたって誰も咎めるものなんかいやしないわ。確かに対等かもしれないな。この暗闇の中でなら。やはりダメだったな。唐突すぎたのよ。やはりダメなんだ。なぜ呼び止めないんだ？だって常務さんですもの。どこにそんな証拠がある？包帯で変装したゆすりやたかりじゃないって証拠がどこにある？さあ行ってみなさい。でもお声が。声？バカを言っちゃいけない。包帯で口を押さえちまえば誰だってこんな声になるさ。申し訳ございません。なぜ？いや、気にしないでくれ。よう、
ああ、タバコを吸ってもいいかな。いいとも。なぜ。でもグロテスクだぜ、包帯の割れ目からタバコを突っ込んで煙を吐いてるところは。バカバカしい。しかし君のところの秘書も僕が僕であることを証明できなかった。何だって。しばらく休暇をもらうかと思うんだ。無論だよ。だから前から進めていたじゃないか。自分に果たしてこれまで通りでいられる資格があるかどうかゆっくり考えてみたいと思ってね。君は君さ、そんなことは考えるまでもない。これ以上君の行為に甘えてると。よしてくれ。君のは勤務中の事故なんだ。そんな原因なんか問題にしてるんじゃないよ。顔がなくなってもまだ疲れてるんだ君は。それが本当だったら嬉しいんだよね。しかし僕は自分でも自分が化け物のように思えてくることがある。無理はせんことだ。ともかく考えすぎは特にいかんね。あなたは違う。あなたの注文は欠けた指を補う代わりにすっぽり手首ごと切り落としてくれとせがんでいるようなもんだ。でも先生には患者を救う義務があるはずだ。安楽死の手助けをする義務まではありませんよ。安楽死？安楽死は大げさすぎる。部分修正ならいつでもお引き受けすると申し上げているでしょ。包帯と同じことじゃないですか。ごまかしの糸が見えすぎてるだけ、余計にグロテスクだ。入れ歯より隙間だらけの虫歯の方がマシかな。入れ歯とは違う。どこが。さあ、どこが違います。よろしい。あくまでもそう固執されるんだ。もう看護婦を呼んでよろしいですね。その代わり先生に責任を取っていただかなきゃならない。私は妻の顔を私と同じに焼いてしまいます。無論同意していただけるわけですね。後で入れ歯にすればそれで済む程度のことなんだから。まるで子供みたいなことをおっしゃる。あなたほどの社会的地位にある人が。私は妻に拒絶されたんだ。そんな復讐が何の役に立つんです。復讐？とんでもない。先生のお説に従って妻を顔の偏見から解放してやろうというだけのことじゃないですか。おまけに自分自身に対する治療効果もあるはずだ。何といっても医者に対する信頼ぐらい患者を励ましてくれるものは他にありませんからね。本気かな。本気ですと。本気であろうとなかろうととにかく口実にはなりそう。私は臆病者だからつい出来のいい口実の方になびいてしまいがちでしてね。まあ刑事事件の関わり合いになるようなことは控えておくとしましょうか。どうしてると。成功するとは思えない。しかし実験的興味からは十分試してみるだけのことはありそうだ。医者としては道義に反することだが、私はあなたに脅迫されたんですからね。ただし一つだけ条件が。今後のあなたの行動を一切報告していただきます。出来上がったマスクはあくまでも治療器具としてお貸しするのであってお譲りするわけではないんだから。
感謝いたします。きれいに取れました。やはり石膏ですか。いや、アルギン酸ソーダです。この後パラフィンで型を抜きます。明日またおいでになりますか。あ、いつでも。今のところこれだけが仕事ですから。あの、ここの方ですか。管理人なの。新聞で見てきたんですが、部屋を借りようと思って。ダメよ、今うちの人お客さんが来てるんだから。女の、だって部屋を借りるんだから。お願い、うちの人に言わないで。え、すぐに返してきちゃうから。はい、どなた。新聞で見たんだが、部屋空いてますか。はいはい、ただいます。お待ち。こら陽子、また取ったな。お嬢さんですか。まあね。どうも、見苦しい格好で失礼いたします。ちょうど風呂を使ってたもんで、あの部屋を。はっ、ちょっと待ちなさい。ただいまカタログを持ってまいりますから。錠は全部自動式になっております。近頃は物騒ですからチェーンもつけときました。どうぞ。
こちらがバスルームですな。やはりここも乗は自動式になっています、うん、こちらがはばかりですね。こちらが寝室です。ああ、いい見晴らしだな。これが洋服ダンスと。今さら決心に変わりはありません。早速仮面のために隠れ場所を見つけてきてやりましたよ。いや、そういう意味じゃない。私がお尋ねしたのは。ああ、先の計画のこと。あなたと仮面の二重生活が持つ意味について。結局互いに補い合えばいいわけでしょ。うまくいくのかな、そんな風に。その部屋で一体私が何を考えたと思います？そうだな、多分持て余すほどの自由さにどこから手をつけたらいいのか。いや、嫉妬についてでしたよ。嫉妬？うん、だってそうじゃないですか。妻が嫉妬しなければならないようなことを私がしでかすはずはないんだから。すると仮面で取り戻すべきものは奥さんの嫉妬だということになるのかな。あり得る全ての人間関係をでしょうね、嫉妬も含めて。もう一度繰り返してお尋ねしますが、世間から怒りを上げることより世間に怒りを下ろすことの方に関心をお持ちなんですか？いけませんか？いや、精神病理学的に見れば誠に健全な傾向だ。私はあなたが自分からの脱走に我を忘れてしまうんじゃないかと案じていたんだが。まあ、立場の相違でしょう。このプラスチックはなかなか面白い性質を持ってましてね。このままだとただの粘土みたいだが、こいつにこう方向性を与えた途端にね、ゴムみたいに伸縮性が出てくるでしょう。しかも弾性ケースが皮膚の細胞繊維にすこぶるに通っている。こいつをランゲル線に合わせて重ねていけば皮膚と同じ構造になってくれるはずなんだ。ランゲル線？皮膚の細胞繊維の配列ですよ。ほう、それでどんな顔になるのかな。ヤムロン先生にお任せしたわけですが。ええ、任せてください。とにかく骨格には手をつけず、元の皮膚の厚みもそのままなんだから制約が大きい。まあせいぜいが元の印象をとどめないくらいで精一杯でしょうね。そのマスクと皮膚の継ぎ目はどういうことになるんです？そこですよ。厄介なのは眼瞼部だな。やはりサングラスでも常用していただくしか。お任せした以上不平は言いませんよ。はあ、冷たい。で、今度は3分の2π と言いますのを2分の π プラス6分の π、なぜ、こんなふうにするかというと、何をしてるんだ？うん、お茶でも入れようかと思って。飲んだばかりじゃないか。無理に用を作ってうろうろしてみたって仕方がないだろ。なんだか騙されてるような気分になっちまう。明かり消した方がいい？うん、平気平気。ご覧の通りもう落ち着いたもんさ。慣れが来たのか、それとも諦めがついたのか。今日はどこ行ってらしたの？なんとなくさ。気になるかい？いや、気になるはずがない。包帯で覆面をした男にできることなんて、いずれたかが知れてるんだ。
まだ根に持ってんのね。おい、よしてくれよ、そんな被害者みたいな言い方。そういうわけじゃないけど。いや、やはり君にも被害者的要素があったのかもしれないな。つい 2,3 日前まではとにかく僕は半ば本気で君の顔にも僕に負けないぐらいの傷をつけてやろうと思い詰めていたんだから。君がいけないんだよ、顔の傷ぐらい大したもんじゃないだなんて思ってもいないことを言い張ったりするから。それはそう言わざるを得ない気持ちもわかるけどね。化け物イコール加害者か、まったく都合のいい公式もあったもんだね。それで責任は全部化け物の方になすりつけられる。繰り返しそう言い聞かせられればこちらもついそんな気持ちにならざるを得ないじゃないか。よし、どうせ加害者ならもっと加害者らしく、あなたがそんな風に考えてるんじゃないかと思うから余計にぎこちなくなってしまうの。なぜさ、なぜそんな想像すんのさ。それは、いよいよ僕ももう卒業してしまったんだから。実を言うとね、僕は久しぶりに今日映画を覗いてきたのさ。いや寒かったし、それにあそこは暗闇で商売してるとこだろ。どんな格好してようとまるっきり気兼ねがいらないからね。何をやってたの？するとね、僕のすぐ前に若い娘が一人かけててね、初めは一人だったんだが、そのうちどっからか若い男がやってきてその隣にかけたんだよ。空席は他にもいくらもあるというのにわざわざその隣にぴったりくっついてさ。まあそれから後のことはご想像に任せるが、全くいい度胸だよね。他人の目のことなんか構っちゃいないんだから。その娘さんの方もされるままになってたの？そうらしい。いやらしいというのは、実は二人の間はどんな具合になっていたか本当のことはよくわからないんだよ。何事かあったようでもあるし、なかったようでもあるし、そのうちまさに覆面の心理だと気づいた時にはギクッとしたね。うん。昔の死刑執行人は覆面をしていたそうだけど、つまりは似たような心理じゃないのかな。現に僕は君の表情を視線に観察してるが、君の方ではまるっきり壁の穴を相手にしてるのも同然だろ。それどういう意味？いや別に取り立てて意味はないよ。人間のふりをしたがる化け物もいれば、化け物のふりをしたがる人間もいる。まあ化け物にもそれなりの楽しみがあるってところかな。とにかく被害者連れや見えすぎた同情だけは願い下げにしてほしいんだよ。しないでさ。よーよー、何とか言っちゃってよ。
君のところに頼られてるのとおっそしいたもんとこだな。昔に無駄なのですから、大友の妻の時期、国の祭らの持ちの茶屋様と関係なつかせたい食べない差しを示してまして、2500円のこの間の様の追加を従いて、平成の遠隔もまた示空襲警報さあ、野球やろう、野球やろう。空襲警報は解除よ。風、嫌な風だ。私、海が見たい。娘や、人がせっかくいいことを教えてやろうと思ってんのに、勝手にするがいいや。一番楽しんでるのは案外先生かもしれないわね。うん、楽しんでる。病室の患者相手じゃこんなロマンティックな実験はできこないからな。できればご自分用の面こしらえたいところじゃないの。まさか。危険な曲芸は見物席でたくさんさ。危険かしら。透明人間になる薬みたいなもんだからな。でも問題ね、先生がどんなこと想像してるのか分かんないけど。仮にうちの女房に仮面をこしらえてやったとしたらどうするだろう。ダメよ。湯が沸いたらコーヒー頼むよ。お砂糖は？多めがいいな。タバコの吸いすぎで舌が荒れてしまったよ。また奥さんが立ち聞きしてるわ。うん。本当に恐ろしいことかもしれないわね。怖いさ。人間の約束事を土台からぶち壊してしまうんだからな。
もしかしたらあの患者さん、他人になりすまして奥さんを誘惑するつもりじゃないかしら。そうか。先生も。いずれたかが知れてるよ、人間には羽がないんだから、どんなに高く飛び跳ねたつもりでもまた元のところへ落ちてくるのさ。バカマンなんだ。兄ちゃん、戦争まだ当分始まりそうにないわね。まあ当分はね。しかし明日のことは天気予報だってドクスパーテにはできないからな。そうね。戦争だってなんだって大抵は始まっちゃってから気がつくもんさ。本当にそうね。おはようございます。心配しなくてもいいよ、今日はこれでもご機嫌なんだ。どう、あとでどっか昼飯でもつけやない？いや冗談冗談、どうもずうずうしくなっちまうな、覆面なんかしてると。ともかく酔っ払いを相手にしてるぐらいのつもりで気にしないことさ。あれからいろいろ考えてみてね、やっとなんとか気持ちも落ち着いてきたようだ。そこで今日はごく理性的に今後の生き方を相談したいんだが。相談のクソもあるのか。今まで通りにやってもらう以外に検討の余地なんてありゃしないよ。いや、僕にはもう対人関係をこなしていく資格がない。分かってるよ、無理しないでくれ。しかし技術関係の処理ならまだなんとか支障なくやれるんじゃないかな。どうやら一生この包帯のままらしいんでね。できたらね、待遇は今のままで工場の方へ戻してもらえないか。僕としては今まで通りで何の不都合もないと思うが、しかし君のたっての希望とあれば。ほっとしたよ、やっと肩の重荷が下りて。君の休暇の終わる頃までにはケリをつけておこう。奥さん元気？なぜ？なぜってそう開き直られちゃう。うん、僕は今後電話や書類や手紙だけで生きていくつもりなんだ。署名だけが僕の実態だと思って気に障ることがあっても見逃してほしい。僕の方でもなるだけ目立たないように努力するつもりだから。何、いずれ慣れっこになってしまうさ、お互いに。はあ、君の表情にはいつもの気楽さがなくなってきた。僕と数分顔を合わせてるだけでも君はぐったり疲れてしまうんだ。うちの女房が元気でいられるはずないだろう。じゃあさっさと失礼するよ。どうかな、あの男。あの顔？顔じゃない。必要なのは寸法と肌の質です。
それにしてもちょっと若すぎやし、暗示にかかりやすいタイプ。行ってみましょう。何にします？ん？いや、昼飯にはまだ。コーラにでもしますか？そうですね。失礼します。コーラ2つ。あ、僕も同じ。折り入ってお願いしたいことがありましてね。何ですか？一体これは？つまり1万円分のお願いってわけですね。乗っていただけますか？しかしまだ何も聞いてないのに。顔を売っていただきたいんです。顔？何、顔といってもほんの表面の型を取るだけ。まさか1万円ぽっちで顔の皮を剥がそうだなんて、そんな虫のいいことは申しませんよ。はあ、型ですか？悪用はしません。しかし、指紋を取るようなものでしょ？同じ手袋でも、つける手によって形は変わる。拝借するのは、毛穴だとか汗腺だとか、ほんの表面の細部だけなんです。変わった人だ。別段減るものでもないのに。席変えましょうか。ええ。ああ、でも、わからんですね。そんなもの買って、一体何のために。さあ、どうぞ。明日から一週間ばかり関西へ行ってくるよ。出張なの？別に差し支えないだろ。何もそんなこと。じゃあ支度をしなきゃならないわね。出発は何時？意外だな、こいつは。僕はもっと感心してもらえるもんだとばかり思ってたよ。よくも出張が引き受けられるところまで気を取り直せたもんだってね。もちろんよ。いや、悪かった悪かった。気にしないでくれ。別に絡んだりするつもりはなかったんだ。さあ、何か話をしよう。例の石磨きの講習は金曜日だったっけ？ええ。仕上がった？この前のなんとかっていいし。まだ、もう一息。磨かれた石と自然のままの石と、一体どちらが本当の素顔なんだろうかね。いやよ、そんな話なら。なぜ？落とし穴が多すぎるもん。あ、そうか。よし、話題の変更は自由でいい。一体どういう話題だったらお気に召すのかな？女がなぜ化粧をするのか、
お考えになったことがある？そう、男を騙すつもりじゃないのかな。大違いよ。源氏物語の時代の女たちは絶対に顔を見せないことが美徳だったんですって。だから歌われるのはいつも黒髪ばかりだったわけでしょ。今でもアラブの方へ行けば女が顔を隠す風習が残ってるっていうじゃない。へえ、化粧も覆面の一種だってわけか。へりくだっている印よ。へりくだってる？女は女であるという以上に見せびらかすほどの素顔なんか持っていませんっていう。皮肉にしちゃ随分遠回しな皮肉だね。皮肉かしら。皮肉じゃないか。でもうぬぼれよりはマシなんじゃない。常識型、現実型、冒険型、調和型、理想型となかなかバリエーションも幅広いんでね、意外と骨折りまして、彼女とも相談しながらやってみたんですが、奥さんにお伺いを立てた方がよかったかな。いやいや、光栄ですよ。目を取って。はい。いかがです。ほくろも残しちゃったんですか。ああ、多少汚し気味の方がかえって生きてくるんですよ。早速かぶり染めをしてみませんか。やはり落ち着くところに落ち着かせてみないと本当の感じはつかみにくいから。応対取りましょう。動かないで。うまくいったね。とっても綺麗、素晴らしいわ。暑いでしょうけど我慢してください。こうやって少しずつ薬品をなじませてやるわけです。ゆっくり唇を左右に引いてみてくれませんか。はい、元に戻して、しばらく温度を上げたままでいろいろと表情筋を動かしながら年齢にふさわしいシワを刻み込んでやろうっていうわけです。このままじゃ変にのっぺりしていていかにも不自然でしょう。もう一度口を動かしてみて。はい、いいでしょう。あとはおしゃべりするなりなんなり自由にしていただいて結構ですから。汗で仮面が浮き上がってしまうようなことは。接着剤に感染を収縮させる薬を入れてあります。
最初は幾分息苦しいかもしれない。皮膚呼吸が完全に妨げられているわけですからね。力がいるな、波行の濁音を出すのに。いいでしょう、声にも多少変化がついた方が。一つ注意事項として厳守していただきたいのは、12時間以上の連続使用を絶対に避けていただきたいということです。その間皮膚を窒息状態に置いているわけですから。はい。それにしてもよくもこうまで変わっちまったもんだな。大したもんだわ。政治家風、うん、やはり多少でもヒゲがないっていうのは不自然なものですから。どんなのにしますかね。それはあんまり、もう今のなんか終わりなんじゃない、これじゃなくてさっきの、あ、これね。そうね。うん。なんだか妙な気持ちですね。他人が無理やり自分の中に入り込んできたような。存外味のあるいい顔だと思うわ。ね、先生。一番肉を持ったところでせいぜい4ミリ足らずです。たった4ミリの違いで。そう。まさに精密機械並みのキメの細かさですよ。まだ僕の心には馴染めないな。でもありゃ嫌味のないスタイルでしょ。癖はあるけど。服装の変化だけでも人間の心に影響を与えるものですからね。しかし私が私であることに変わりがあるはずがないんだ。だといいんだが。どういう意味です。ジュースでも抜いてくれないか。はい。最初にお断りした通り私はこの仕事にあまり気乗りがしなかった。実験的な好奇心はなくもなかったが、それ以上に何か危険なものを感じたんです。しかしあなたのいささか脅迫じみた強引さについ根負けして引き受けてしまったわけだが、はい、飲んでみてください。唇を使う練習です。ついでにこの薬を。何ですか。どうです、うまく飲めますか。多少抵抗はありましたけど。いや、上出来です。こぼさずに飲めれば。あの、熱いもんなんか平気ですか。絶対に大丈夫。注射までよろしいですか。うん、そうだね。やはりやっておこうか。はい。うん。のぼせてしまいそうだ。もう4、5分辛抱してください。何の話だったっけ。何の注射です、これ。そう、私の懸念についてでしたね。その仮面があなたの内部に引き起こすかもしれない影響について。大げさな言い方はよしてください。何かバリバリ心の中で薄いガラスが割れているような気がしませんか。まだしっくり身についてないだけの話ですよ。開け放した窓から新鮮な外気が吹き込んでくるような気がしませんか。それどころか室の中に閉じ込められてるみたいだ。すぐに良くなります。仮面が馴染んでくれるにつれてあなたは他人になる。完全に未登録な誰でもない人間になる。ババ
まあ、心理的な透明人間。僕は僕さ。何だったんですあの薬と注射。聞いてきましたか。しびれてるみたいだ。麻薬と鎮静剤です。いつまでも意地を張って仮面に逆らってたんじゃシワの寄り方も偏ってしまいますからね。もっと気楽に笑ったり口笛を吹いてみたり素直な気持ちで仮面を受け入れてもらわないと。なるほど。あと3分ほどですが。そう。じゃあちょっと笑ってみてください。まさか30年以上一度も笑ったことのない顔なんてありえないでしょう。このままじゃまるで慢性の異病患者だ。さあ笑ってください。思いっきり。ああダメダメ、もっと本気になって。顔に風が当たらないせいかな。そうか。いや、そういえばメクラは顔に当たる空気の流れで障害物を探り当てるって言いますね。外の世界がなんだかひどく間接的で、うっかりすると足を踏み滑らせてしまいそうで。まあ焦っちゃいけない。なんとってあなたはまだ生後1時間にもならない赤ん坊も同然なんだから。あなたの処女航海のためというより先生のお見事な作品のためにと言った方がむしろ適切なんじゃないですか。つまらんことは一個なし。待てよ。そうか、あんたは言い逃れをしようとしてるんだ。言い逃れ。そう、言い逃れ。仮面の挑発に乗りかけている自分から目をそらそうとして。バカな、挑発してるのは先生ご自身じゃないですか。いや、あなたの姿勢はもはや光を恐れていない。包帯で覆面をしていた時のような構えがなくなった。薬と注射のせいですよ。違う。さっきウェイトレスがビールを運んできた時、確かふくらはぎのあたりに気を奪われっぱなしになっていた。いよいよ仮面が正体を表し始めた証拠です。めまいのせいじゃないかな。時々周囲のものが互いに関連のないバラバラのものに見えてきて。それが仮面の本質じゃないですか。少し黙っててくださいませんか。山下さんの感情、そうでしょう。一体何を望みなんですか。あなたの率直な自己観察。だって最初からの約束だったわけですからね。一切を報告していただくという。誰も隠し立てなんかしてませんよ。ただ誘導尋問みたいなもんだけは願い下げにしたいですね。なるほど。少ししつこすぎたかもしれない。でも無理だけはしないようにしてください。無理？何を？耐えられないと分かったら。まだそんなことを繰り返してるんですか。よくよく固定観念か。そうじゃない。私自身も半信半疑なんだ。分かってくださいよ。あるいはこの懸念も私の思い過ごしに過ぎないかもしれない。実は内心そんな期待もなかないんです。そうなれば人間関係の規制のモラルがガラッと根底から覆されてしまうことになるわけですから。だってそうでしょ。人間は本来的に
名前だとか身分だとか職業だとかそんな登録可能なレッテルからは無関係なものになり、誰もが常に赤の他人で、そう、孤独がむしろ正常の状態になる。現代病ともいうべ孤独のやましさを思い患ったりする必要もないことになる。ねえ先生、仮面をかぶってる間中こんなふうに先生の監視付きでいなきゃならないんですか？まさか。いきなり一人歩きもどうかと思って。ご迷惑ならいつでもすぐに退散しますよ。報告はします。罪隠さず。じゃあ現在の心境についても正直に話してもらえないものかな。あなた私を煙たがり始めた。私があなたの正体を見抜いているからでしょう。一人になって試してみたいんですよ。だから仮面の翼があなたを呼んでいる。誰からも認められずにほっとしてみたいだけのことです。久しぶりに。いいでしょう。じゃあ明日またお待ちしてます。楽しみにして。それからお休みになる前に接着剤を完全に洗い落とすことをくれぐれも忘れにならない。新聞で見てきたんだが、部屋はまだ空いてますか？はいはい、ただいます。どうもお待たせしました。ほら、ようこ、また取ったな。お嬢さんですか？ええ、まあね。どうも見苦しい格好で失礼いたします。ちょうど風呂を使っておりましたもんで。一番上は5階ですね。は、少々お待ちください。ただいまカタログを取ってまいりますから。
ご覧になりましたわね。は？私、しつけてやってるんです、ここの管理人の娘。ご存知かどうか、かわいそうにここの発達が遅れてますのよ。それをほったらかしでしょう。ですからね、私、ともかくあの子が本能に負けないように、犬だってあなた、ちゃんとしつければ拾い食いになって決していたしませんでしょ。私、あの子がそんな惨めな、急ぎますから失礼します。ダメだ。僕が買ってあげるから。本当？うん。だからあんなもん触っちゃダメだよ。うちの人に内緒で。内緒もよくれ、内緒にするさ。触んないわ。どなた？あたし。ヨーヨーね、いつ買ってくれるの？今あげる。ちょっと待って。教授は無理かしら。何の話かな一体。ずるいわ、忘れちゃう。どうもよくわからないな。約束破ったら下抜いてやるわよ。どんな約束さ。ヨーヨー買ってくれるって約束したじゃない。え、僕が人違いじゃないの？その人どんな顔してた？顔にぐるぐる包帯巻きつけてた？おじさんよ。いつ？今さっき。ねえ、いいかい？僕は外に出るときには顔に包帯巻いてるんだよ。覚えてるだろ？ほら、いつかの晩、僕たちが出会ったのはあの時だけなんだね。今さっきよ。うん。
さっきヨーヨーを買ってあげるって約束したのは確かにこの僕なんだね。嘘ついてもダメよ。ねえ、その人どんな服着てた？忘れた。ここで僕が借りてる部屋、どの部屋とどの部屋？一部屋？それとも…ヨーヨーのことうちの人に内緒にしてくれるなら私だって内緒にしてやるわよ。よし、今日はもう時間ないからまた明日ね。明日ね。うん、うん、あ、明日必ず。見える？見えます。見えます。今どんな具合？企んでますね。えらく超えてきやがった。じゃあ注意した方がいいな。お任せください。目の栄養になる注射をしてあげよう。ありがとうございます。また奥さん。分かってる。かなり調子が出てきたようじゃないですか。まさか身引きでおっしゃってるんじゃないでしょうね。仮面の出来について誰かに見破られたんですか？そんなはずはないと確信を持って言い切れますか？言い切れると僕は思うがな。ええ、今日なんか知っていてさえつい騙されてしまいそうなくらい。ほら、そんな深刻な表情ができるくらい仮面に命が吹き込まれてきたわけだ。私はまあ安心してますがね。お会いにくさまでした。誰に？奥さんにでしょう。見知らぬ他人にですよ。それもたった2回しか顔を合わせてない薄野郎の娘にね。薄野郎？知恵の遅れた子です。正白だな。包帯の時に一度、別の日に仮面で一度、服もまるっきり違ってたのに、その娘からはっきり同一人物扱いを受けたんだ。アパートの方？管理人の娘です。変装の土地を覗き見でもされたんじゃないかしら。いや、そんなチャンスはなかった。それだけは断言できますね。なるほど。しかし相手が犬でもやはりごまかしは効かなかったんじゃないかな。犬？その正白の娘さんもあるいは犬並みの嗅覚を備えていたのかもしれない。顔形で相手を識別するっていうのはかなり高等な知的作業ですからね。じゃあ相手がまともな大人だったら。おそらくベテランの刑事を向こうに回してもまず心配はないんじゃないかな。そうだ、試しに誰かよく知っている友人にでもお会いになってみるといい。保証しますよ。あなたが想像している以上に今日の仮面には何か独立した人格が感じられる。昨夜はあれからどんな具合でした？別にどうってことも。ということはつまり完全に仮面を制御できたということですか？少しも自分を失わずに。先生は好奇心が強すぎるんだ。嘘だな。もっと正直になってもらわないと困ります。約束なんだから。なぜ？
じゃあ嘘の証拠をあげましょう。その服、ネクタイもそうだし靴もそうだ。そんな派手な感じのものを今までのあなたに選べるはずがない。怪我をする以前のあなたの顔形、あなたの身分、あなたの職業、そのどれからも想像のつかない選択です。しかも仮面の持つ雰囲気にはピタリときている。どう見てもその服装は仮面が選んだものに違いない。仮面があなたの心に命じて選ばせたものに違いない。どうです、まだ仮面からの影響力がないだなんて言い張るおつもりですか。それは当然努力もしましたから、それらしくなりきろうとして。それに確信が加われば、おそらく仮面の声にもっと素直になれるんじゃないかな。ぜひ誰かに会って試してらっしゃいよ。じゃあ今夜またお待ちしてますから。あの、奥山君のことでぜひ専務さんにお会いしたいんですが。お召しか何か？ない。お話の内容はどういうことなんでしょう。あの、前にどっかでお会いしたことなかったですかね。さあ。いや、確かにあるな。どこだったっけ。それとも人違いかな。だと思いますけど。あ、そうかもしれないですね。それで専務さんに取り次いでくれるのくれないの。困りますわ。常務さんからのお言づてだなんて嘘をおっしゃるから。つまりダメだってこと。ええ、まあ。あの、奥山君の顔ですね。無論怪我をする前の顔、よく覚えてらっしゃる？もちろん覚えてますわ。実言うとですね、僕は彼の弟なんですよ。あんまり変なことばっかりおっしゃると主演を呼びます。はあ、さあ今日はこの辺でおしまいにしとくかな。あの、あなた結婚まだですか。いや、ワンリトルツーリトルスリーリトルインディアン、あおりとるセブンリトルエイリトルナインリトルインディアンテンリトルインディアン。Einst im Nieber sah ich dich so, wie hinter mir ein Gras gestellt. Du warst mir nah und doch weit entfernt.
I see moonshine, thus to glad us, being grazer ner haut gesteckt, du warst mir gut, doch entfremdet. しかし果たして君が仮面に馴染んだのか、それとも仮面が君に馴染んだのか。いや先生は偉い。さすがに専門家だけのことは先だけのことでずっとお見通しだ。読みましたね。いけませんか。よう大いに健康自制心をなくした方が観察するのに都合がいいわけでしょ。その通り僕にもおかわりね。はて今酔い始めてるのは果たして僕自身なのか、それとも仮面なのか。その返事はぜひとも聞かせてもらいたいところだな。わかるもんですか、そんなことは。あ、プラソット、そろそろ新しい自分の名前や仕事の計画。なぜ。いや、決まってなければ構わない。名前や仕事や実生活の方は包帯を巻いたままでも結構やっていけますからね。仮面の方はそんなものにはこだわらずにのびのびとやっていく。人並みの生活感情を味わってみるだけのことですよ。とは言えないね。あなたこの間麻薬を打った上にビールを2杯あげて何でもなかった。しかし今夜は薬の力も借りずにジョッキ一杯半でもうその調子だ。わかりますか。あなたはビールなんぞに酔ってるんじゃない、仮面に酔っているんです。まさか。どうもありがとう。そんなものはね、言葉のゲームですよ。見たまえ。誰もが酔おうとして一生懸命だ。しかしどんなに泥酔しようと彼らにはアリバイがない。彼らは必ず誰かであって、それ以外のものにはなり得ないんだ。それに引き換え、あなたは絶対に誰にもなり得ない。何をしてかそうとアリバイだらけだ。現在あなたがここにいることさえ厳密には証明不可能なんですからね。仮面というのはつまり酔っている状態そのもののことかもしれない。なるほど、なかなか上手な挑発の仕方ですね。しかし本当の狙いはどこにあるのかな。うまいこと言って僕に羽目を外させておいて。あなたが最初に仮面を希望した時の意図と現状との矛盾を自覚してさえいただければそれで結構。わかりませんね。忘れたのかな。私が仮面は無重力状態に飛び出すようなもんだと主張したのに対して、あなたは怒りを聞かせるための手段だからと頑強に言い張った。ああ、そのことなら今だと同じですよ。するとその怒りは名前でも仕事でもないとすると一体どこに置かせてるんです。言いましょうか。知りたいですね。女房のやつを誘惑してやろうってわけですよ。あれ驚かないんですか。まあ予期していないわけでもなかったから。なるほど、さすが先生だ。ついでに結果の予想も立てていただきましょうか。うまく成功してくれそうですかね。危険ですね。見破られる。そんなことで済めばいいが。しかし僕には権利がある。取り戻すだけのことですからね。果たして戻ってくれるかどうか。明日なんですよ。
攻撃時刻は午後4時頃。ちゃんと作戦も立ってるんです。明日この死を待って全身をくすぶらせ続けてきたんだからね、まったく改めてお礼を申し上げなければ危険な三角関係だ。三角関係なるほど、三角関係になるってわけか。しかし先生には報告を怠りさえしなければそれでいいわけでしょ。無論報告は頼みますよ。約束ですからね。ああ、どうもますます動物実験じみてきたようだけど。そうか。まあ致し方もないことだが。また思わせぶりですか。いや、所詮生きながら得るはずのものじゃなかったんだ。何が。仮面ですよ予言的中でますます結構な話じゃないですか。しかし万一ということもあったからな。万一。万一あなたの体を借りて仮面が生きながらえるとしたら。やはり実験動物か。思い切って仮面の大量生産を始めてもいい。自由に取り外しの効くか。親もなければ兄弟もない、味方もいない代わりに敵もいない世界。犯人というものが存在しないんだから当然犯罪もなくなるわけだ。そんな有り余る自由の中でなら改めて自由を求めたりする必要もないわけでしょう。もともと帰る場所がないんだから今さら逃亡を夢見る必要もない。孤独と友愛とが一つの意味に溶け合ってしまう時代。何よりも望ましいのは人間同士の間で信頼が無用の長物化する代わりに疑惑や裏切りも成り立たなくなってしまうことでしょう。そこまで考えていたんなら自分で試してみればよかったのに。まさかいくら医者でも自分で自分を解剖するわけにもいきませんよ。僕も今さら後には引けない。いいんですよ、所詮成り立つ世界じゃないんだから。まあ、あなたの言う意味も分かるような気もしますけどね。多分年中片物相手に暮らしてるせいでしょうね。でもまだ分からない。結論は報告を聞いてからにしてくださいよ。
っとしたんじゃないですか。あら、すみませんでした。どうしたのかしら。お茶でも飲みましょうか。確かあの角にお店があったと思うけど。ちくしょう。ん？何ですって？いや別に。ちくしょうっておっしゃいませんでした？まさか。うるさい音楽ですね。音楽をうるさくかけるのはサービスかと思ってたら、お客を早く追い出して回転を良くするためなんだそうですね。そのお話どこかで聞いたことがあります。ん、そうでしょう。あれは確か週刊誌に出てたな。どっかお勤めでも。いいえ、石尾磨く講習に通ってますの。毎週一度。ああ、さっきの宝石。奥様は？な。ご主人。ああ。いません。ご主人は？趣味ですか。ああ、どうでもいいんだそんなことは。伺ってももちろんおっしゃらないでしょうけど。何を？あなたの職業。なぜ？隠したがってらっしゃるんでしょ。もし隠し寄せたとしたら、それだけ僕の誠実さを示したことになるわけです。あなたは犬は暗闇の中でも嗅ぎ分けられる。だからといって犬の方が高等というわけじゃないですね。ええ、分かってます。奥さん、お湯の具合どうでしたでしょう？って聞かれちゃった。
ジャイアンツ一戦先行。ホームプレートとそれからマウンドの中間です。ここは筆頭ですか。いやそうね、インコースのちょっとね、あれインコースでボールに落とすつもりだったんじゃないかと思うんですよね。まあギリギリのところで難しい球ですよね。その一つ前がアウトコースでしたからね、兄ちゃん長崎の海覚えてる？今頃何釣りに行くんだろう。兄ちゃん。ん？そっちの側から見ると私綺麗？ああ、綺麗だよ。どのぐらい綺麗？綺麗すぎるぐらいだよ。まだ何も報告がないとすると、ともかく何かが進行中ということだろうな。誰が誰に殺されるのかしら。三人のうちの一人さ。計算してみるといい。おじさん、ヨーヨーは？うん、内緒ね。もちろんさ。どうぞ、その辺に。え、いい眺めだこと。今考えたんだが、この場合果たして僕が誘惑したのか、それともあなたが誘惑されたのか。本当にここに住んでらっしゃるの？女の匂いもしないけど、男の匂いもしないわ。そんな風に鼻を利かせることに慣れたふいでなのかな。ご想像に任せます。しかし人間ってやつは見かけによらんもんだから。いいえ、見かけは尊重すべきだと思いますわ。世に確信をお持ちですね。あなたもお持ちになればいいじゃありませんか。
貫通しようとしてんですよ、僕たちは。お互いに名前も告げ合わずに。ええ、私はちゃんとここにいます。平然として。いろんな私が入りきれないほどごっちゃになって、海の音って何か喋ってるみたい。明日になれば戦争かもしれないわね。兄ちゃん、接吻してくれな。明日になればきっと戦争かもしれないわね。兄ちゃん、ごめんね。簡単すぎる。いくらなんでも簡単すぎるじゃないか。いや、別に複雑だったら言ったわけじゃない。とにかくもう我慢がならんよ。
何をなさるの。さあ恥じるがいい、この色気違い。私が気づいていなかったとでも思ってるの。知ってた。当然じゃないの。お互いに承知の上で仮装舞踏会の誘いに応じたつもりだったのに。なぜ、なぜ分かったんだ。そんなことまで言わせるの。出来すぎてると思わなかったかい、この仮面。ええ、感心したわ、そりゃ。だから私も素顔の上に何枚張りもの顔を作ってたじゃないの。じゃあ承知の上で。当然じゃないの。私あなたを買いかぶってたのね。恥じりながら感謝したりして。仮面をあなたの繊細な心遣いだと思ったりして。愛というもの、お互いに仮面の剥がしっこをすることで、だから常々仮面をかぶる努力をしなきゃならないと思い込んだりして。最初の動機を作ったのはやはり君だったんだから。嘘よ。自分で自分を拒んでただけじゃないの。ねえ、待ってくれ。じゃあもう一度やり直してみたら。ダメよ。つい昨日のことだったんじゃない。女の化粧だって、化粧だってことを決して隠したりなんかしないって話し合ったのは。素顔の真似をした顔になって一度だってダメよ。しかし悲鳴を上げるところやっとこらえてんのよ。私は別段指の治療してやってるわけじゃない、精神科の医者ですからね。ただこうして劣等感でえぐられた心の穴を埋めてやったまでのことです。
誰でもないんだ。純粋の他人なんだ。サングラスか。誰でもないんだ俺は。捕まえられるもんなら捕まえてみろ。誰でもないんだからな俺は。何言ってんのよ、冗談じゃないわよ。一体どうしてくれるのこれ。まあ待ってよ、今調べてんだから。え、なんだこれは。診察券か。法理精神科です。はい、警察です。法理です。そうです、間違いありません。実はうちから逃げ出した患者なんですよ。助かりました。あなた。え、お食事よ。そうです、すぐ迎えに参りますから。別に凶暴性はありません。所持品を返しますから、ここに捺印してください。まあ、今後十分注意するんだね。どうもお騒がせしました。嫌だ、俺は気違いなんかじゃない。絶対に尻尾をつかませない危険な犯罪者だからな。しっかり捕まえておかないと。分かった分かった、しっかり捕まえててやるから。さあ帰るんだよ。ダメだよ先生。じゃあ僕が気違いじゃないってことは先生が一番よく知ってるはずじゃないか。君は気違いなんかじゃない。ねえ刑事さん、僕は本当に危険人物なんですから。話してくれよ。ちくしょう、マスクの下で死にがチクチクしやがる。どういうつもりなのかな。いくら慈善事業みたいな真似をしたって絶対に感謝なんかしたりしませんからね。まったくバカバカしい話だよ。返し願いましょうか。お約束通り、うん、あんたなんかにはわからないんだ。何も君だけが孤独なんじゃない。自由というものはいつだって孤独なんだ。剥げる仮面とは剥げない仮面があるだけさ。
君は自由なんだ。自由に従え。ありがとう。試してみるよ。